ましたよ。すごいよ、この景色が。本物の金です。2000ドル払う。人生は博打よ。3000ドル払う。はい、お金。借金します。借金します。借金。人生初の借金です。で、借金です。借金だよ。借金。借金。借金ママね。イエーイ。借金を8万ドルします。3、4、5。もう借金まみれよ。皆さんこんにちは。アセタイカフェ、アセです。アスパパです。今日はこちらなんだ、人生ゲームをやりたいと思います。ただし普通にはやりません。普通にやりましょうよ。普通にやりましょうよ。普通でいいの？よい、楽しいですよ。ママね、小学校の頃同じクラスのお友達にお正月に家族で人生ゲームを生現金でやるっていう友達がいたんだよね。なに、何盛り上がるらしいんだよね、キャッシュでやると。なので我が家も人生ゲームをキャッシュでやっちゃいましょう。怖い。怖いね。住んでると基本キャッシュレスで生活ができるので、こんなの見たことないっていう。うわー、やばいよ。おもちゃみたいに見えるかもしれないけど、カナダのお金はこんな感じですね。ママ、金できた。パパの口座から、から銀行で持ってきた。へそくりなの？ここにずっとお嘘に隠してる。へそくり。ちょっとね、さすがに人生ゲームに書いてある金額でやるとパパの口座がすっからかんになっちゃうので、そもそもそんなお金持ってない。見て、ここほら、コスプレの衣装を買う2000ドルって書いてあるんだけど、丸を3つ消してコスプレの衣装を買う2ドル、これだったらパパの銀行口座が変えられる。めんどくせえ、めんどくせえ。まあまあ、なんかまだこの間、カホとママとセイで人生ゲーム遊んだ時、カホちゃんが45万ドル、3桁切ると450ドルのことだね。カホ手元に。ああ、450… 丸を見つけてみましょう。45万ドル…そうね。無視しよう。なんかわかんない。45万ドルだったら450じゃん。そうだね。パパ、頭悪くて嫌になっちゃう。ただパパから申し入れがあって、3位の人も4位の人もね、賞金はあげれないと。なので1位の人のみが最後ゴールした時にゲットしたお金を。じゃあここに一番最初に。そうですね。違う、お金が一番高いです。なんで最後にお金をいっぱい持ってた人のみがこの現金。でもママは全員キープしたらいいと思うんだけど。いや、それは無理だよ。カホちゃんとセイちゃんのいつものルールで言うと、一人ずつやっていくんだけど、あなたたち二人はいつも山分けするから。するよ、する。じゃあ二人のどっちかが勝てばいいことだ。えー、でも子供が先にしたら自分のお財布からじゃあ出すか。うん、出さない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 。無事のやっぱりとか200ドルぐらいあるからね。200ドルお小遣いみたいな。動画のためそりゃそうだね。じゃあ、気が起きるのはパパだけってことで。イエーイ、イエーイ。お金並びましたよ。すごいよ、この景色が。カナダはね、1ドルはコインです。はい、恐ろしいのがこいつですね。借金。借金ってやつ。途中で借金する分には変わらないんだよ。高い家買ったりとか。ただし、ここまでに借金返してないと、本当は20ドルなのに25ドルで返す。銀行員はちょっとキャッシュ生々しいんでパパがやりますよ。私のお金ですからね、そもそもね。じゃあ早速始めていきましょう。まず色を決めます。何色ですか？ブルー。じゃあ緑でいきます。じゃあスタートに置いてください。はい、スタート。まず5000ドルもらって進むコースを選ぶ。ということは0を3つ消すんで5ドルと。そう、貸すだけだからね。違うよ、本当にもらってる。貸すだけだからね。はい、そして、進むコースをまず選んでください。専門職コースかビジネスコース、どっち行きますか？専門。
パパは。なんだ？俺はじゃあ専門職コース。ビビりだな。自動車保険に入りたい方は今入ってください。自動車保険は車の事故に遭った時にカバーしてくれます。1人1000ドルで入れます。はい。1ドル払って4ドルを釣る。じゃあ私入らないでいきます。ちょっと強気で。強気でいくのね。私は事故らないということで。事故ったら面白くない。事故ったら面白くない。じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。さすが親子。さすが親子だ。よし。じゃあパパ、せー、カホの順番に。はい、じゃあ行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 おー、ギリギリ職業になれます。アスリートになれる。給料1万5000円ですね。気に入れば職業カードを取って3マス進んでください。なります。はい。で、給料日のところまで進んだんで、給料1万5000ドルもらってください。15ドルってことですか。そうですね。チャリン。うわー。そして5000ドルで生命保険に入れます。何口でも入れます。え、でも5000ドルって55ドルか。そう、パパさっきからそれやめてくんない。なんかもう頭が一口入ろうかな、はい、生命保険に入ります。はい、次、せいちゃん。9、1、2、3、4、5、6、7、8、9。デザイナーになれる。給料は1万ドルです。職業カードを取り4マス進む。どうします？やろうかな。 OK。 じゃあせいさん、デザイナーさんですね。給料日なんで1万ドル払ってください。そして生命保険どうしますか。ママは入っといた方がいいと思う。2口。え、何なのそれは。だせいちゃん、生命保険2口入るんで10ドル渡して生命保険。なんだその助言は。入れるだけ入っといた方がいい。私の番。やっぱパパも入ろうかな。やっぱりダメだよ、もう過ぎてだから。1、英会話スクールに通う。2000ドル払う。母ちゃん英語喋れるのに英会話スクールね。次、パパ。3、1、2、3。早くも五月病になりました。はい。3000ドル払い、お宝やる気ボタンを取ってください。なに、お宝やる気ボタンって何だ。やる気、はい、はい、よくわかんないけど、お宝やる気ボタンいただきました。最後まで持ち続けることができたら、これゴールで5000ドルに変わります。おお、いいじゃん。セーバーです。4、4、1、2、3。おい、話題の映画を初日に鑑賞します。2000ドル払ってください。てかみんなさ、自分乗せてないよね。あ、本当だ。もし女の子、自分がいるのね。次は男の子です。このイケメンの男の子です。次はかおちゃんなのかな。よっ、1、2、3、4。教師になれる。8000ドルだね、給料が。なるほど。気に入れば職業カードを取り8マス進む。ここを狙うか、もう先生になっちゃうか。先生いいじゃん。また帰れる。帰れないよ、もうここで職業は決まっちゃう。パパもアスリートですか。走ってますか。うざい、パパ。ここら辺で泊まれる可能性があると思うんだったら、ここにキープするし。ただあれでしょ、泊まれなかったら何にもなれないでしょ。フリーターになっちゃう。フリーター危ないよね。やっぱ先生になっといた方がパパいいと思うな。ちょっと待ってみて。やっぱり先生はいい職業だと思うしね。うざい。なる。はい、オッケー。教師。おじさん。カナダは教師は女の人。レベル、レベルアップしたらこんなに。校長先生。じゃあ生命保険どうするの。入るです。10ドルってこと。10ドルってもう過去の有り金全部。そうだよ。ママがなんで生命保険入ってるかっていうと、事故とか病気とかにならなければ、ここで1万ドル払ったものが10万ドルでもなくなる可能性はあるでしょ。そう、もちろん。どうするの。入る。一口。
二口？一口だろ。二口。いや、俺入んなくていいと思う。いや、うまい。まず決めて早く。早く入りなさい。人生は博打よ。じゃあ入んなくていいじゃん。いや、はい。どうがいい。何口？はい、じゃあ買ってください。じゃあ、かもちゃんお金ゼロです。ルールになってんだけど。はい、じゃあ次行きましょう。パパです。3かよ。出かけ先はいつも雨、2000ドル払う。なんだよ。今日傘買い替えるんじゃん。あー、じゃあせいちゃん。せいちゃんが来るな。1。おお、うん、1を引いたら運、うん、アップ。15,000ドルもらう。運があるね。でもらえんの。あ、よくわかんないな、これ。かおちゃん、行ってください。ちなみにお金ゼロですけどね、今ね。パパ、ちょっと出た、8。あ、出しといてよかったね、先生。8。あー、終電を逃した。3000ドル払う。はい、お金。借金します。借金します。マイナスってこと？うん。あ、この手形と20ドルを。だからこれはマイナスですよ。そう。で、20ドルから3000ドル払う。はい、じゃあ17ドルの次ですね。お金あるけど、この手形もありますからね。借金。人生初の借金。デッド借金です。私ですね。Yes。4。臨時ボーナス6000ドルもらう。赤い職業の人、センターだ。さらに8000ドルもらう。赤い。きたー。だからパパは6000ドルもらって8000ドルもらう。で、せいちゃんも8000ドルもらう。すごい。なんで1000ももらえるの。で、臨時ボーナスだ。はい、次。せい。せい。せい、金持ちだな。カホが。なんで泣いてんの。泣いた。大丈夫カホ。その生命保険は20万ドルの価値があるから。9、5、6、7。ここ全員ストップ。はい、せいちゃん、まず結婚します。女の子つけてください。そしてルーレットを回して、出た数によってみんなからお祝いをもらいます。5000ドル、3000ドル、2000ドルもらえない。おー、せい、9か10引けよ。ルーレット回します。8。2000ドルずつせいちゃんにあげてください。それはそうだ、今回だもん。はい、どうぞ。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、シティコースに行くかタウンコースに行くか決めてください。3。じゃあ次。1。1。ベストドレッサー賞受賞、2万ドルもらう。借金返します。やったー、カホ。やったじゃん。笑顔が出ない。いきます。そうですね。ということはストップです。はい、パパも結婚します。ルーレットを回してお祝いをもらいます。確かに。9。もらえない。タレレ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 。気持ちだけね。おめでとう。おめでとう。はい、じゃあパパ、タウンコースかシティコース決めてください。じゃあ私はシティコースいきます。はい、じゃあ次。6。1、2、3、4、5、6。友人とバーベキュー、8000ドル払ってください。はい、ありがとうございます。ちょっと待って。はい、じゃあ次。1。臨時ボーナス6000ドルもらって、赤い職業の人は8000ドルもらう。これってさ、赤い職業の人はってことだから、さっきのせいちゃんと違った。違うと思う。職業の人、せいちゃんだ。困った人が赤い職業だったらってことだよね。ってことはパパも6000ドルじゃなくて8000ドルだったってことだ。あ、とりあえずカホちゃんは6000ドルもらってください。
そして間違ってたからパパは6,000ドル、せいちゃんは8,000ドル返してくれる。6,000ドル返す、うん、ごめんなさい、これママさっき間違えてましたね。ごめんね。はい、じゃあ次パパはシティコースです。8出た。1,2,3,4,5,6,7,8 業績アップ、8,000もらう。さあさあ欲しい。はい、じゃあ次せいちゃん。1、自分のベッドがテレビに出演。ペット、ペットが16,000ドルもらう。何それ、本当が落ちた。余裕落とさないでください。どうぞ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。次かおちゃん、うん、かおちゃんストップですね。じゃあ結婚します。旦那さんここ入れますよ。そしてルーレットを回してください。はい、8、2000ドルずつお祝いもらってください。おめでとうございます。で、かおちゃんシティコースとタウンコースどっち行きます？ちょっと死にたい、こっち。じゃあかおちゃんもタウンコース行きますね。じゃあ次パパです。10、1,2,9,10。え？なんて書いてある？嘘でしょ？ファーストクラスで海外出張4万ドル払う。ファーストクラスなんて乗ったことないのに。で、パパ一回給料日取ってるんで15,000ドルお給料もらって。で、何？40ドル払うってこと？そう、40ドルないよ。借金だよ、借金しないと。借金、借金、借金ママね、イエーイイエーイ。そしてこの給料日取った人は家を買えます。借金して買ってもらうの？お金がない。うん、じゃあ一番なんか高いの？これだよ、8万ドル。これ8万ドル。ちょっと待って、難しい。次が5万ドル、4万ドル、3万ドル、2万5千ドル、8万ドル買います。そしたら自分の旗をここに立ててください。借金を8万ドルします。3,4,5,3。もう借金まみれよ。かつ火災保険に入りたい人は5000ドルで入ってください。こんなね、高いマンション買ったんですけど、帰らないとやばいです。ちなみにパパ、ここまでに借金返せないと1つが25,000ドルに跳ね上がる。しまわします。ちょっと待って待って待って、いやもう帰ってくれ、明日早く回せ。ちょっと8、働きすぎて疲れた。じゃあせいちゃんまず給料日です。どうぞ。お給料、家買いますか？買う。せいちゃんこれだな、30ドルあるから2万ドルだけ借金して。これも借金だぜ。いやでもパパに比べたら全然大丈夫。じゃあそれは好きママにしないと。そしたら火災保険入るんですか？入りますね。ママが決めて。どうでママが決めて。せいちゃん火災保険入って。はい、じゃあ次7。男の子が生まれました。みんなからお祝いを1000ドルずつ。これせいちゃんよ、パパ。え、せいちゃん、せいちゃんが生まれた。せいちゃん生まれた。あなたの子供行くにしてせいちゃん。あ、一回休みだ、はい、なるほど。4、3、4。ご近所から大量のおそわけ2万ドルもらう。そしてカオちゃん給料日です。8000ドルもらって、そして家を建ててください。おー、はい、カオちゃん火災保険入る？入んなくてもいいよ。入りたい。ママ、ま、背びりなんですけど。そんなことないよ、パパ借金まみれだもん。パパが1ドルしかない。大丈夫、借金が2万ドルしかないから。はい、じゃあ次パパ。はい、パパ、そこでストップです。ランクアップ、ルーレットを回してランクアップナンバーが出たら職業カード裏返して給料をもらう。わ、すごい、裏返すとメダリストになる。ランクアップは1から6ですね。1、6、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 1、6
になります。55ドルもらっていいってことですか。うん、よっしゃ、20ドル札でもらえる。借金返さなくていいんだったらそれ返す、返す、それ返すよ。返さなくてもいいよ。いや、返します、返します。言わなきゃよかった。じゃまず、返しますよ。大丈夫せ。で、次、これでもまだ返せない。ははーい、じゃあ次、せいちゃん10、はい、あ、そうだ。あ、じゃあせいちゃん見せて、デザイナーカード。せいちゃん、3から8を出せばランクアップして、建築家3万5千ドルになりますね。パパの給料高えな、5万5千ドルメダリストだ。はい、じゃあ怖い、1出ろ、1出ろ。あ、出たー。せいちゃんもランクアップして3万5千ドルになります。出勤バイバイ。はい、じゃあ次、かおちゃん2。家庭菜園が大豊作、3万ドルもらうですね。なんだろう、良かったですね、良かったですね。パパ、そうだよ、10。懐かしいゲームを発見、子供がいればお宝ボードゲームを取る。せいがいます。お宝ボードゲームですね。まあまあ、ちょっと飛びすぎせいちゃん。バナナの皮で派手に転んだ、生命保険を使わなければ4万ドル払う。生命保険を使わないで4万ドル払うっていう手もあるんだよ。4万ドル払った方がお得だと思う。いや、本当だ、そういうことだ。それ4万ドル払いな。おい、ちょっとだってパパね、給料高すぎるからもうね、やばいんだって。それは俺は生命保険をキープすると。うん、はい、次、かおちゃん3。1、2、3。 DIY のお手伝い8000ドルもらう。ほぼもらってばっかだ。はい、はい、どうぞ、いきます。3、1、2、3。あ、交通事故自動車保険を使わなければ4万ドル払う。あれ、自動車保険、よかった。じゃあ私入らないでいきます。ちょっと強気で、全然給料日のテンション上がらないですよ。で、4万ドル払わないといけないでしょ。そう。そしてカホ、そこ給料日の下読んでくれる。株券を2枚まで買える。ゴールまで株券を持ったまんまでいられたら1万ドルもらえます。これ、まあ、じゃあ買います、買います。これ2枚買いました。次、せいちゃん6。危ない橋を渡ってみた。8000ドル払う。給料日が来たので、3万5000ドル。そして株券買う？2枚。約束手形1枚返する。次はかおちゃん5。じゃあかおちゃんストップです。はい、2から8までの間が出ればランクアップして校長先生になりますね。2から8。2から8。大体なるだろう。おー、1だー、おー、1だー。残念、8000ドルです。はい、8000ドル。あ、大丈夫、無借金経営ですから。パパがちょっとね、本気すぎる。いや、ちょっと待って、子供相手にキャッシュだからって。ルーレット回してるだけですから、俺は。私どこにいるのよ。4。企業から感謝状3万ドルもらう。借金全部返します。パパが本気すぎる。やだ、あら、借金ない、無借金。4ドルしかない。はい、じゃあ次、せいちゃん9。給料日3万5000ドルですね。せいちゃん借金返します。はい、じゃあ次、2、7。おねだり、誰かから3万ドルもらう。誰からもらいます？カバです。カバです。いやー、頑張ってください。ないよ、ないよ。借金もらえます。じゃあまた40ドル借金で、どういうことだよ。4、1、2、3、4。お宝チャレンジ
全員でじゃんけん対決、勝った人は一つだけ好きなお宝をもらう。全員でやるの？なんで俺だけじゃないの？せーの、じゃんけんぽい。じゃんけんぽい。誰？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 え、ちょっとこれ何？いいよ、怪しいパワーストーン、はい、決めだけて怪しいパワーストーン、偽物だったら1000ドル、本物だったら5万5000ドルですね。これ、奇数を出さないといけないでしょ。はい、じゃあ次、せいちゃん6 5 3 4 5ゴルフでホールインワン5万ドル。わー、5万ドルだって。じゃらーん、初じゃない？こんな大きいお金出てくるの。いや、結構持ってるよ。お、俺だけ借金じゃん。2、蔵でお宝発見。3000ドル払い、古代魚の化石か幻の名画のどちらか一つを取る。なるほど。安い。古代魚の化石か幻の名画。こっち、幻の名画。オッケー。幻の名画、はい。私ですか？はい。10。子供が結婚しました。みんなからお祝い1万ドルずつもらい、子供を車から降ろす。せいちゃん結婚した。給料日で、はい、55ドル。借金を全部これで無借金にまたなんとか戻りました。はぁ、きつかった。給料が高すぎたんだよ。はぁ、きつかった。次、せいちゃん。7。1、2、3、4、5、ストップ。はい、ストップ。子供1人につき3万ドルもらう。いない。約束手形を2万5000ドルで返す。ないね。まあ、何もない。OK です。じゃあ次、かおちゃん。私めちゃくちゃ遠い。2、1、2。転職ランクアップ、ランクアップに挑戦するか、余っている職業に転職できる。ほう。ランクアップしてるらいくらになる？2万8000。そういったことはやっぱりエンジニアが一番高い。そうだね、エンジニアになります。ストップです。ストップ。なんで約束手形持ってないの？いやー、面白くないなー。せいちゃん降りちゃったんだよね、結婚して。せいちゃん、だから何もないってことだね。何もないんですよ、私。はーい、OK。 10。やばい。1、2、3、4、5、6、7、9、10。生命保険満期です。2枚返して20万ドルもらってください。え、200ドルじゃんこれ。そうだよ。え、ちょっと待って、生命保険美味しすぎるじゃん。だから借金して入った。おい、汚ねえぞ。そしてせいちゃん、3万5000ドル払ってください。ユニークだ、特許を出願しちゃった。次、かおちゃん。2。増税前にまとめ買い、1万ドル払う。かおちゃん、ゆっくりしてるね。はい、次、パパ。あー、キャンプ中に羊が乱入？ 1 万ドル払う。何？あら、意味わかんないよ。次は？でもゴールしちゃうじゃん。せいちゃん。6になる。7。5、6。ゴール。ちょ、1着まず10万ドルもらってください。いやー、出ちゃらー。ピクマメ。はーい、じゃあそのままセイは待ってもらって。ゲーセンで神と呼ばれる。3万ドルもらう。マジでね。で、給料がいくら？おー、3万2000。やばい、やばい。そしてかおちゃん、株券買いますか？2枚買います。え、か、パパ2。あー、さあ、陸上競技で優勝メダリスト、3万ドルもらう。パパなんか本当は違うのに。いや、メダリストですか？アスリートって言わないですよ、メダリストです。じゃあアスリート。
せいちゃん回してもし7が出たら2万ドルもらえます。はレッツゴーベビー。これもう何回もできるだから自分のターンが来るたんびにできる。なるほど。の3 OK。 じゃあ次かおちゃん7。やばい追い上げてきた。ベビーシッターの副業をする。子供がいる人全員から2000ドルずつもらう。誰もいない。ちょっとカオ追い上げてからゴールしたいね。ゴー。新エネルギーを発見。2万ドルもらう。ゲット。あと生命保険で10万ドル。カオは1枚しか持ってないから100ドルだけってこと。なあこれ絶対買った方がいいじゃん。はい、せいちゃん7出たら2万ドルです。3。カオ3 2 3。自腹を切って新人教育。1万ドル払う。赤い職業の人は2万ドル払う。わー、青、赤に変わってます。2万ドル払ってください。でもほぼ給料日。どうぞ。パパパお給料です。ゴールしちゃいましょう。10ゴールです。ゴールに5万ドルもらってください。5万ドルいただきます。で、7出たら2万ドル。すごい。もう一回待って。3、3が好きだね。いやゴルフでホールインワン。5万ドルもらう。これで5万ドル？やばいじゃん。ちょうどストップ。子供もいないし、約束手形もないんで、このまま。74や出ないよ。2 8。あ、生命保険。これ100ドル札とかめっちゃ生々しい。7よっしゃ。2なんでいつも3近く7。8ゴール。5678ゴール。かおちゃん3着で3万ドルですね。今いくらあるか計算してみて。やばい見て。323だから420ってことは今一番高いのはかおちゃんなんだね。ただ今から課金していくんで、それによってどうなるか変わってきますね。なるほど。まず株券1枚につき1万ドルもらってください。みんな2つ持ってる。いやどうなるの。購入した金額の3倍で払い戻しできる。3倍まずかほちゃん4万ドルを3かけりして120。はいどうぞ。せいちゃん5万ドルなんで150ドル。うわ150。ここが問題よ。パパが本気出しすぎるから。しゃあ俺は8万ドルなんで240ドル。最後お宝カードを持ってる人出してください。はい、これで勝ち負けが決まりますね。これはすごい。まずパパやる気ボタン5000ドルもらってください。ボードゲームで25ドル。パパさんのフィンガースターをクラスダブルクラス。じゃあまずパパからいきましょうか。怪しいパワーストーン。ルーレットを回して奇数が出れば5万5000ドル。これパパが奇数を出してカオが0とかだったら逆転するってこと。まあ、これとこれなんだよ。だからカホが偽物になったらカホの負け、パパが偽物になったらパパの負け。でももし2人とも偽物だったらカホの勝ち。そうか、だからまずパパからいきましょう。これもマジ現金かかってるから。パパの方がまだ不利だよね。そうだね。まずいきますね。じゃあとりあえずパパが最終いくらになるかやってみましょうか。いくぜー。すごい、このクロスフィンガーどういう意味があるんだっけ。お願いしますって祈ってる時だね。ちょっと待って。いくぜー。はい。いくぜー。いくぜー。いくぜー。ガー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 。
これ半分でしょ、山って。はい、どうぞ。やられましたね、パパ。はい、頂戴ください。ダメだよ、顔そこからは取っちゃダメ。それはダメだ。パパは募集だからね。パパ募集なの。募集なの。元は